紀元前860年の際のクーデターは、聖の皇族の京山が異母帝である、古孔に対して起こしたクーデター。古孔はこれにより殺害された。古孔は、修王朝によって、聖の皇爵に任命され指示されていた。修王室は聖に懲役という意味合いの遠征に、踏み切ったが、健康の公くらいの奪還に失敗した。京山は後に、 健康として知られ、生を7.8年間統治した。紀元前862年、衆の硫王は、多くの諸公を王都に召喚した。その中には、当時の聖公であった愛公も含まれていた。隣国の統治者、紀公が衆洋に残言したことにより、硫王は愛公を釜茹での刑にし、処刑させた。硫王は、その後、愛公の異母帝である強制を、 性の新しい支配者として任命した。しかし、国こは、血統と自身の権力欲によって、統治は正当性の問題に苦しんでいたとされる。特に、愛公の同母兄弟である共さんは、国この支配に憤慨し、異議を唱えた。おそらく、不安定な権力基盤と他の皇族との緊張した関係のために、国こは国党 A 級から薄重止めにせとした。 しかし、この戦闘は結果として、国王の陰謀を支持していた、永久の市民の心離れを招くこととなった。京さんは、紀元前860年にクーデターを起こし、徒党と永久の人々を率いて、国王への奇襲をかけ、打ち負かして殺した。後の報告によると、国王は、薄重止め近くの愚水で、聖の大部の馬種によって溺死したとされている。その後、京さんは、 成功として即位して、後に、健康と呼ばれた。しかしこのクーデターは、ここを支配者として任命した州王朝との対立を、引き起こすこととなった。白川聖、エドワード・ルイス・ショネ氏ネシー、理法等の中国学者は5年式に基づいて、エビス王は、紀元前860年に、死死の下で、聖に対して懲罰的な意味合いの遠征軍を派遣し、 健康を公けくらいから引きずり落とそうとしたと結論づけた。しかし、司書の記載によると健康はさらに7から8年間支配し続けたため、リミネは修王朝軍の遠征が失敗し、修王朝が一諸公に過ぎない、西軍によって屈辱的な敗北を経験した可能性があると考えている。その後、健康は紀元前859年に国校の息子を 聖の国外に追放し、その後の首都を永久に戻した。リミネは、紀元前860年のこのクーデターを、北王の統治後の州王朝の弱体化と国内の混乱の兆候であると考えている。また、藩州王朝の反乱軍を追い払うことにも失敗している。一方、国王の息子の一人が、紀元前816年に、 健康の孫であるハゲム皇に対する反乱を引き起こしているため、国王と健康の対立は、紀元前859年に終わっていなかったと考えられている。しかし、戦いの過程で、ハゲム皇と国王の子の両方が死んで、ハゲム皇の息子である文が皇が行為を継承し、最終的に勝利した体となっている。ありがとうございます。